いらっしゃいませ。いや。あれ、お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに？行きつけの店の1軒や2軒、俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気に。な、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、ヨウとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、キリュウ。いらっしゃ。太田。よう、元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに？座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら戦友やの？お前らが織田をやったのか？その前にお前はうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ東洋会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうに、おめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした？下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれ、うん、錦。いいね、俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャル出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。ふん、泡出なくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか？こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片井の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら、美人のママも一緒にな。
来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい。そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。